もう一個ね、見せ、なんて、花持って、花持って何してんすか？なんすか、この家。はい、どうも、はじめまして、トニーです。ジャイです。今回はですね、こちら、マインクラフトの方をやっていきたいと思います。はい。で、ある程度、かまどとベッドは作ったんですね。かまど？ベッド、うん、これかまどやったから、じゃあこれ作業台です。これ作業台ですね。ほんでまあベッド作ったんですけど、うん、これあれ引き裂くやろ。なんで横並びにさせたんですか。え、なんでこんなことするんですか。なんかこれ旅館の女将風に、いやいや女将風っていうか横にしといてあげたよみたいな、よく考えてもらっていいですか。うん、あの先輩、仮にも女性やからね、これちょっと話してほしいんですけどね、僕からしたら。私だって話が伝わったよ。あなたでしょ。あなたがこれつけたんでしょ、これ。僕ら、これ初めてマインクラフトする感じなんですね。うん、で、その視聴してる方、もしかしたら初めてマインクラフトこれからやるよっていう方もおると思うんですよ。うんうん、そうだから、はいはいはい、暗くなってきたぞ。暗くなってきましたね。あ、で、ほんでまあ僕らもこれ、うん、やり方を覚えながらプレイしていくので、うん、初めてやる人マインクラフト、うん、その人に分かりやすく僕らプレイできていったいけたらいいなと思います。うん、作り方はもうすぐ、まあ、検索で出るんですけども、はい、羊の経過3つと、うん、あと木材3つで作れますね。うん、でかまどがこれ木材4つで作れますね。うん、でなんでベッド作ったかっていうと、これ夜になるとゾンビが来るんですよ。そうなので、ここをやりす、なんていうの、乗り切るために乗り切るために一旦寝ます。おやすみ。するともうすぐ朝になるんですね。イエーイ。で朝ってゾンビはなんかいないんですよ。でこの明るいうちに自分が作りたいクラフトっていうか、何もの、うん、作っていっちゃうみたいな感じですかね。うん、で結構ほのぼのしてますよね。そうだね。何してんすか。いやー2本もいらないから1本にしてあげようって。スマートリッシュ、うん、スマートリッシュ。これちょっと僕ら迷子になるんで。そう、とりあえず立てたって感じですね。じゃあとりあえず先輩、なんか家作りますか。早速いいね。これちょっと待ってくださいよ。これベッドってツイン、これツインっていうか、これ元に戻せないんですか。え、いやこれ家作ってね、うん、え、ああ、これでアゲットできるんですね。あ、なるほど。頭もうのめり込むからもうやめてください。ではとりあえず家作りお互いにやっていきますか。はい、ベッド持ちながら。ベッド閉まってください。はい、僕は閉まりました。お、びっくしょー。お、うまこ。うま。植物育てたりもできるんですかね。うん、うん、ほんならとりあえず、うん、家作りますか。はい、まあ自分の好きなやつ作っていきますか。そうだね。これとりあえず作業台を作ることによっていろいろ作れる感じなんですよね。もともとこの作業台じゃなくてもクラフトできるものはあるんですけども、かなり量が少なくて、うん、作業台作ることによってまあ作れるものが増えてるって感じなんですかね。うん、何作るかな。僕ね、剣作りたいんですけど。よし、え、びっくりした。え、殴ってません？なんか後ろでなんか、やめたってください。なんで何してんすか。ちょっと私の馬子、コーヒー飲みながら やる感じですかね。これほのぼの してるから。え、そうだね。なんすか、なんすか、なんでついてきてるんですか。あなた、ちょ先輩、ちょっとなんか違うところでなんかしないんですか。ええじゃあ一緒に行きます。イエーイ。これ感度下げたいですね。ちょっと設定、壁を作るためにブロック、そうですね、僕木で木材集めまくろうかなって思ってるんですけど。うん、おったえ、なんかやってる人おると思った。トニーやった。おお。で僕らの場合は PC バージョンですね。そうだね。だからちょっと仕様が違うんですかね、プレイステーション4とは。うん、うん、ね。でちなみに F5 で
支店変えれるんですか。せやね。あ、変えれましたね。あ、先輩います。私支店。なんだこれ、イカ先輩、イカみたいなのいますけど。イカで、なんかシャベルとか作れるっぽいんですよ。おお。だからなんか掘ったり、今現状で掘られへんかったところが、掘られへんかったっていうか掘れないところがあるかもしれない、で、イカ食べたい。イカって食えるんですか。これご飯の食い方はどうしたらいいんですかね。ご飯の食べ方、どうすればいいの。お腹は結構減ってきてるんですけど、今日の晩ご飯はこれ降りれるのかな。イカ住みよ。ちょ、先輩、これ敵近くおったらベッド寝れないんですね。せやね、学んだわ。めっちゃおるんですけど。うちの周りもなんか糸端会議してる。ちょっとやめて。ねえ、なんか人気者ですね僕ら。ねえ、そんなこんな群がられても、こんないっぺんに体は一個しかないのにね。せやで、やめていただきたい。もうあの緑爆発するでしょ。ほんで爆破で爆発おるんや。そうっすよ。じゃあ先輩、これ思ったんすよ、松明ちょっと作りません。作るちょうだい。これた松明ってどうやって作るんやろ。なんか追加されましたね、剣とか。おー、マジか。二つの剣、木の剣、木のシャベルと、とりあえず木のシャベル作ります。次、木の剣。これこっち、インベントにこう入れて、次、木の剣作りました、僕。おう、ついに剣をゲット。そう、ツルハシも棒、ちょっと待ってくださいよ。ってことは、棒を作るとして、で、ツルハシも作っておきますか。ツルハシ、ツルハシで、これあのダブってる素材ってこうまとめれるんでね。うん。で、一応剣作ったんで戦えるようになった感じなんですかね。おー、わかんないですけど。びっくしょー、腐った肉がある。腐った肉があるって僕を見ながら言わんのってください。僕まだ腐ってないですからね。あ、腐った。せっか、これ何持ってんすか。いやいや、ええやろ。草持って冒険心丸出しですね。ええやろ。いきますか。はい、ほんだ、はいはい、はい、何持っとんそれ。え、僕あの、え、あれ、怒り、いやいや、あの鶴橋で石炭なんですけど、どこにあるんですかね石炭。石炭はちょっと待って、ベッド持ってきた方がいいかも先輩。私持ってる。僕の分は。え、ないよ。もうもう自分のことばっかっすね。ほんま、え、どっかぽいのないっすか。ぽいの、いた、いた。あ、あ、先輩、もしかしたらこれっぽい。あ、いた。え、何に襲われてんの。この黒、いや、自分で食らってるだ。あ、これやん、絶対。え、先輩、石炭見きましたよ。終わだ。オッケー、じゃあこれ全部取っていきますね。馬もこれなんか飼ってる感じなんですかね、わかんないですけど。馬はオッケー。馬は何すか。馬何すか。いや、やっぱやめた。なんですか。気になるじゃないですか、なんか。いや、食用ともないけど。ちょっと、馬刺しっすか。馬刺し。美味しくいただきます。いただきます。それ、倒せるんですかね。馬刺しで置いときますか。うん、馬刺し用にね。馬刺し用。あ、これ松明の作り方なん。いったー、なんかが爆発後ろでした。刺さっとるねえ、うん、あ、なんか槍腕に刺さってますね。こんなことも起きるんですね。これ自分でこのクラフトの、まあパソコンの E ボタンあるじゃないですか、うん、で、クラフトって書かれてるマスあるでしょう、うん、その左上に石炭置いて、うん、その下に棒を置いたら松明できますね。すごい。あ、すごいですね。本当に入
配合させていく感じなのね。そなんかそうですね。とっても言いづらいね日本語。ほんで松明をいきますよ、うん、とりあえずこの辺に、ま、ん星ちょどっかベッド置きません。ベッド、うん、ベッド、え、なんかこんなんでいいんすか。じゃあ僕は家作っていくんで、どれぐらいの大きさにしよっかな。先輩家できました。うん、できました。いや来て、ちょっとできん、これ先輩土味のある土壁って。おーま、いやでもこれバカにしちゃダメですよね。痛い。怖い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 。先輩見てこれ、僕んとここれ見てください。扉も作りましたよ。ああ、大体けどいいでしょ。叩くのこれ、お右右で、でもまだ草ぼうぼうなんですよ。汚い。先輩あれとりあえずベッド置きます。あれベッド入んのかな。これもっと明るくせなあかんですね。やばい、え、暗い。そう、暗いから寝る。そう、寝ましょう。まあでもとりあえず今回は、うん、まあ家を作ったって感じですね。うん、でこいつ ここにつけるか、こうするか。びっくりした、なんでびっくりした、なんでここおるんですか。よしよし、こんな感じですかね、とりあえず。狭い家やなこれ。ここだけちょっと開けますか。まあとりあえずこんな感じですね。ほんでちょっと先輩、んもう一個ね見せなんて、花持って、花持って何してんすか。なんすかこの家。1個かけてる、1個かけてるし。腹立つ、やばやば、バカにすんなよ。何ここ。急いで作らなあかんと思って作ったの。いやいや、まあまあ一回いいんじゃないですか。バカにしようって。ちょっとこっち先輩これ見てください。僕馬飼い始めたんですよ、ここに。エサっすね、馬のエサっす。ほんなら今回はこの辺ということで。窓ね、窓作ったでしょ。先輩家見えますよ。なさき邪魔やな。もうビューの邪魔やね。ほんでこれからもっとなんか本当は面白い。ちょここちょ、人んち土まみれせんとってください。もうやめて、もう。でまあ本当はね、僕らお城みたいな作り、ちょっとタンポポ終わっていいっすか先輩。まあその辺も整地して、ちょっと大きな城を建てようかなとも思ってます。とりあえずこの世界で生きるためのこんな小屋みたいな作りましたけど、うん、まあ自分の小屋をもうちょっと大きくしちゃってもいいですけどね。かまども作らないといけないですしね。あれね、行くじゃ。今回はこの辺で終わりますか。はい、それでは、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。もしこの動画が楽しいと感じたら、高評価ボタンの方とチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それではトニーでした。ジャイでした。またね、またね。